いただきました。ありがとうございます。手伝うか？もうこれ移さないで。移さないで。移さないで食べて。ああ、ちょっと崩れたのね。いただきます。ちょっと出れやすそうなとこ探そうか、まず、うん、もうそんな時間もないけど、まあ、平日やしさ、うん、確かにな。とりあえず楽しみですよ、俺は、うん、どんだけ楽しみにしてたか、この日だけは、この日だけはっつってバイトも休み取ってたしね。ねえ、 J2 首位争いよ、もう。もちろんちょっと抜けてるけど、うん、めっちゃおもろい試合やわ、楽しみ。やっぱ知ってる選手を見に行くのが楽しいな。うん、あ、スタンプできたの？スタンプできたらしいよ。あ、J リーグスタンプができました。そう、俺イエーイなのよ。いや、使いやすいやん。イエー、ぜひ皆さん使ってみてください。使いやすね。使いづらいのは、うん、使いづらいとか言うなよ。一番使いやすいのは了解かな。了解とわら、純喜の了解とこれ。いや、大輝いっちゃんかわいそうやん。何もないやん。それ大輝も言ってた、確か。だってさ、みんな感情があんのよ、何も文字なくても、うん、大輝何もない。大輝これ。J.D.'s Force。だからこのキラキラとかハートとかさ、なんかまあこのうーんみたいなとかはさ、感情で表すけど、大輝は大輝でしかないから使いづらさナンバーワン大輝、大輝でしたね。まあでも使いやすいのもいっぱいあるからね、いいねとかね、うん、いっぱいあるんで、ぜひ皆さん買ってというか使ってみてください。とまあそんな感じで向かっていきますかね。行くぞ、行くぞ。間に合うね。間に合うね。よし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 。いい感じ。ねえ、寒いと思って行った人誰ですか？寒い、夜は寒くなるんじゃないの？なりそうで。なりそうだけど暑いよね。暑いよ。来た来た。少ない。
朝が出るらついてるんですですよ、途中までした。9番。みんな人普通か。楽しかった。よかったよかった。よかったよかった。